はいどうも、チャンネル変わらんと川本文明です。今日はですね、あの大人気のガチャポンギンビス食べっ子動物が再販されましたのでやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんと。さあというわけで今日はですね、あの大人気ギンビスの食べっ子動物のガチャポンが再販されましたので早速ガチャってまいりました。ボリューム1と2が同時に再販ということで、もうねほんとすごい人気だったんですよ。どこ行ってもないっていう風になってたんですけどね、その皆さんの声を聞いて SK ジャパンさんがまたですね再販したということで、今回はボリューム1をガチャってまいりました。全5種類でございます。それでは早速ラインナップいきたいと思います。まずは1つ目はこちら、さあライオンでございます。このねライオンだけなんか 5.2 センチぐらいあるんですって。ライオンだけでかいんですって。なんかあの食べっ子動物の表紙ってちょっとのキャラクター多分ライオンでかいんですよ。だからそれをちゃんと忠実に再現してるというこのライオンでございます。さあ続きまして2種類目はこちら、カバ。これピンクのカバね。はい、カバでございます。僕これが一番あれですかね、ちょっと記憶にあるのかな。はい、さあ続きまして3つ目はこちら、猫。猫でございます。これなんかもうめちゃくちゃシュールですよね。この猫のなんかデザインですか、めちゃめちゃシュールなんですよね。これもちょっと記憶にあるんですけどね、食べっ子動物の中で。4種類目はこちら、ひよこね。もう表紙の絵からするとですね、めちゃくちゃちっちゃいんじゃないかってね、ひよこでございます。さあそして最後はこちら、ゾウ。あ、このゾウも結構記憶にあるな、食べっ子動物の。はい、この全5種類を5回だけガチャってまいりました。全種類揃うのでしょうか。それでは行きたいと思います。まずは1本目、ピンク。さあ何が出るんでしょうか、開けてみたいと思います。パカリ。1本目は何でしょう、食べっ子動物出ました。こちらはカバー。さあ開けてみたいと思います。さあ一発目はカバーでございます。こちら、あ、かわいい、かわいい。そして意外と思ったよりちゃんとしてる。なるほど、あーはいはい、意味が分かった。これしっかりできてる、質感もいいし、安っぽくない。はいはい、しっかりできてますよ。これカバが、これカバです。横も全部質感もいいし、塗装も綺麗だし、もうちゃんとしたこのキャラクターとしてしっかりとこのこれ飾っておけるタイプ、綺麗にできてる。なるほどなるほど、これだからだ、ちゃんとできてんだ、食べっ子動物。なるほど、カバ、一発目カバでした。さあ続きまして2本目、青。さあ開けてみたいと思います。2本目ばかり。さあ2本目でございます。何が出たんでしょうか。こちら、お、出た、ゾー。早速開けてみたいと思います。さあ、おっと、これなかなかいい。さあ2本目、こちら、ゾウ。これもすごくよくできてる。うわ、あ、よくできてる、綺麗、塗装も綺麗だし、すごくよくできてる。バランスもいいし、すごい、質感もすごいですよ。これ安っぽくない。なるほど、人気の理由わかりますわ。これよくできてるんだ、これ。さあこれゾウでございます。さあ続きまして3本目、オレンジ。さあ何でしょうか、開けてみたいと思います。パカリ。さあ、これは出た、ライオン。でかいやつ出ました、でかいやつ。さあ開けてみたいと思います。それでは3本目ライオン、こちら、ドーン。いや、いい。そう、これ触り心地がめちゃくちゃ、これちょっとぜひともね、一つ買って触ってみてほしい。これすごい触り心地、そして綺麗、そしてよくできてる。
この尻尾なんか見てください、これ。しっかりできてる、ほら。尻尾、ちゃんとできてますね、これが。尻尾もあって。後ろ姿、こんな感じ。前。はい、いいですね。よくできた。これ大きさどうなんだろう ?5 センチ ?5.2 って書いて、5.2 です。ほら、こんな大きい。結構でかいんです。だからこうやって、なんかこう並んでるんでしょうけど、こうやってね、いい感じで。さあ、というわけで、これで、5回やって3種類揃いました。もう1本出れば、リーチでございます。それでは行きたいと思います。4本目!あれ?これピンクだとどうだろう?パカリ。さあ、ピンクは、カバー!あ、ダメだ!この時点でコンプリートならず。さあ、カバー出ました。2個目だ。はい、2個目、カバー。なかなかいいっすね。かわいいっすね、これで、カバー。さあ、カバーということで。いよいよ、ラストでございます。せめて4種類揃ってほしい。それでは行きましょう。5本目。オレンジ。あれ、見たなぁ。見たなぁ。パカリー。さあ、5本目は、ライオン。うわ。ライオン当たりじゃないのこれ。ライオンって普通当たりでしょ、これ5センチあるやつだから。2個出ちゃったよ、もう。さあ、というわけで5本目も、ライオン!さあ、こんな感じでーす。ライオン、ライオンゾウ、カバカバ。こんな5種類が揃いました。あと2種類だったー。惜しかったなー。猫と、ヒヨコ。また機会あればね、やってみたいと思いますけども。というわけで今回はですね、ギンビスの食べっ子動物ガチャガチャ、全5種類、5回やって3種類揃いました。さあ、この動画がですね、少しでも頑張ってるなと思っていただいた方は、高評価、いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ありがとうございました。